テンパリングマシンテンパリングとは焼き戻しのこと。一から転じてチョコレートを溶かして固める作業における温度調整のカタカナ語。こちらは超音とも呼ぶ。チョコレートの原料であるカカオバターは高温からそのまま冷やしてもカカオの脂肪が緩く不安定な結晶構造をとってしまう。このようなチョコレートは口当たりや見た目が悪くなってしまう。滑らかな口当たりと アデヤな見かけを持つ高い品質のチョコレートを作るためにはチョコレートの温度を不安定な結晶の言点により上の温度に調整し安定した結晶構造を十分に形成させてから冷やす必要がある。その作業をテンパリングと呼ぶ。テンパリングには温度計とチョコレートをゆっくりと加熱できる熱源が必要になる。 一般には湯煎で行われるが専用の装置も存在する。テンパリングには安定した結晶を一から作る方法と別に用意したテンパリング済みのチョコレートを確認する方法の二通りの方法がある。前者ではまずチョコレートを摂取50度に温めて完全に溶かし摂取40度前後まで冷ます。次に硬さが出るまで攪拌するか。 大理石台などの冷たい台に垂らしカードで広げたり、集めたりしてすり混ぜ、ボールに戻す。その後、テンパーリングに適した温度まで慎重に加熱し維持する。なお、チョコレートの種類によって、超音範囲には違いがあり、乳脂肪が混ざるほど超音範囲は低くなる。核を使う方法では、チョコレートを摂取50度に温めて、 完全に溶かした後、35セ三38度まで冷まし、安定した結晶の核となる、刻んだテンパーリング済みのチョコレートを少し加え攪拌し、突き厚し範囲を維持する。テンパーリングにかける時間は長すぎても短すぎても、失敗につながり、攪拌の過不足も品質に影響が出る。テンパーリング不足の場合は溶けやすく、不安定になるが、テンパーリングしすぎると、 キメが荒くツヤのないチョコレートとなる。テンパリングの状態を確認するには、室温の皿やアルミホイルの上に取り出し薄く、伸ばしてやる。適切な状態なら数分で固まって見た目が均一で、ツヤがある。テンパリングはチョコレートを、コーティングや成形に使うための全作業であり、実際に使用するまで超音範囲の温度を維持、しなければならない。ありがとうございます。